エンジンジであるフォルクスワーゲンの商標。ディーゼルエンジンとして先行して、開発、実用化された TD の技術が取り入れられており、2005年に、ゴルフに、初めて搭載された。これは、排気量1.4リットルの直列4、気筒 DOHC16、バルブガソリン直噴エンジンに、スーパーチャージャーとターボチャージャーが組み合わされた、ツインチャージャーであった。 最高出力は、搭載車種によりそれぞれ170馬力、160馬力、140馬力と、あるが、ハードウェア的には同一のエンジンで、ソフトウェア制御により最高出力、トルクの数値が設定されている。2007年には廉価版の TSI が登場した。これは1.24リットルエンジンにターボチャージャーを1機のみ、採用したシングルチャージャーモデルで、 ゴルフのイグレードに搭載された。その後1.2リットルエンジンにも TSI が追加され、ポロやゴルフに搭載された。現在、TSI は1.0リットル、1.2リットル、1.4リットル、1.8リットル、2.0リットル、3.0リットルの排気量が存在する。ツインチャージャーが採用されている TSI エンジンでは、低回転域ではまずスーパーチャージャーが作動し、 回転数が上がるにつれターボチャージャーも併用され、さらに回転数が上がるとスーパーチャージャーが切り離され、ターボチャージャーのみで下級される。スーパーチャージャーを用いることで低回転域においてもトルクフルな動力性能を実現させている。ターボチャージャーを1機のみ採用している TSI エンジンでは低回転域からターボチャージャーが作動する。かつてのツインチャージャー搭載エンジンは 同一の排気量でいかに出力を向上させられるかといった点に主眼が置かれていたのに対し TSI では燃費を向上させるためのダウンサイジングを前提として目標とする動力性能を達成させるための手段としてツインチャージャーを用いている TSI は小さな排気量で一回り大きな排気量と同程度の出力及びトルクを達成しつつ同時に低燃費を実現している 例えば1.24リットルツインチャージャーの TSI では2.4リットル相当の動力性能を確保しつつパワーを必要としない状況では1.6リットル相当の燃費を実現している。また1.24リットルターボチャージャーの TSI では2.0リットル相当の動力性能を確保しつつ10.15モード燃費での比較で ゴルフ E エンジン AT 採用モデルの 12.8km リッターを20%上回る 15.4km リッターを実現している。なお燃費向上にはエキュプログラムの改良やトランスミッションに DSG を採用したこと、低燃費タイヤの導入や空力デザインの進歩も少なからず影響している。TSI はエキュプログラムや下級機を変更することで多彩な エンジン特性を設定することができるため、同一のエンジンで多種多様な出力レンジをカバーできる。そのため、多種類のエンジンを新規開発する必要性がなくなり、エンジン開発コストの削減に貢献している。ツインチャージャーを採用した TSI は、異なる複数の下級機を搭載する関係上、構造が複雑になりその制御も困難な上、重量も重み、 コスト面において不利な面が多々ある。このため後に、廉価な車種向けに、ターボチャージャーを一機のみ採用した TSI が登場した。これは、シングルチャージャーと構造がシンプルな上、制御も容易で、かつ、軽重量に仕上がっており、多少のスペックダウンはあるものの燃費面では、ツインチャージャーモデルの TSI を上回り、コストパフォーマンスに優れた実用エンジンとなっている。 下級機については、低回転域から高トルクを発生させるため、通常のターボチャージャーを採用せず、小型のロープレッシャーターボを搭載している。エンブレム及びカタログなどでは、TSI の文字の一部が赤く表記されるが、エンジンの仕様によって違いがある。1.4リットルツインチャージャーの TSI 並びに2.0リットルターボチャージャーの TSI は TSI で、 1.4リットルツインチャージャーの TSI および1.4リットルターボチャージャーの TSI は TSI となり1.2リットルターボチャージャーの TSI は赤文字が入らない TSI となる。エンジンの性能を十分に発揮するためにフォルクスワーゲン車は億単価96以上のガソリンや VW504.00 規格のエンジンオイルの使用指定または推奨している。 ありがとうございます。